とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイフラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最近、自分の中で、評価が上がってきたなっていう装備を紹介したいと思います。タワーですね。タワーで使ってみて、あ、これ、使えるっていうのが、3つあったんですよ。まあ、すでに使えたっていうのも、あると思うんですけども、まあ、個人的にこれ使えるようになったなっていうのが3つありますので、紹介したいと思います。それでは、まずは1つ目ですね。まず1つ目、これ。バトルスタッフですね。で、特に成長するスタッフ。これがね、もともと使わなかったんですよ。攻撃範囲が狭いなーって思ってたんだけど、意外と使ってみると攻撃範囲広いです。そんなに狭くない。なんかね、このべったりねくっついて攻撃しないとダメかなーっていう風に思ってたんだけども、そんなことなくって、これぐらい離れてても当たるんだよね。全部もうちょっと離れてもいいけどな。意外とね、このリーチが長くって、この最後の2、3発は入らないけども、他は入るんで、これタワーでね結構使えるんですよ。うん、まあこの攻撃範囲が短いって思ってたのが意外と長かった。それがね原因だと思うんだけども、バトルスタッフ結構使えるよね。まあすでに使ってる人もいると思うんだけど。そして2つ目です。2つ目の装備はこれですね。カトラスですね。で、特に名もなき刃、これは使えるよね。あのタワーでこれが出たらほぼほぼ取りますね。特に釣竿との相性は最高。まあ、釣竿なしだとしても強い。まずこの名もなき刃だったら弱体化がついてる。この弱体化がつくとめちゃくちゃいいよね。敵が、攻撃力が 20% 下がるので、防御力にも貢献してくれる。これはいい。で、キノコなしでこれぐらいの攻撃速度が出るので、その速度っていうのも使える要因の一つ。普通の剣よりも全然使えるもんね。で、あと一つ、攻撃が2回っていうところ、コンボ数が2回っていうところがいいよね。この2回なので、旋風と衝撃波、この二つとの相性がめちゃくちゃいい。うん。旋風衝撃波さえつければ、このね、カトラス系は本当に使えるようになるので、うん、今後はこれは使っていく。まあまあ今でも使ってるんですけども、うん、これ絶対使った方がいいです。特に旋風衝撃波がついてるやつ。そして最後、三つ目ですね。三つ目の装備、これです。影の断片。これはもうすでに使ってる人もいると思うんだけども、俺はあんまり使わなかったのよ。で、コメントとかで、なぜ影の断片を取らないっていうのがよく来てて、なんかね、取らなかったんですよね。でも、取るようになってからは、これもう必須ですよ。必須。特にタワーで。もうタワーで、うん、この影の断片が出たら、絶対取った方がいい。まず、影化して攻撃すると3倍のダメージが出るよね。うん、3倍が出るので対ボス戦、まあ他にもね HP が高い敵とかいるよね。そいつと戦う時にものすごく使えるし、マルチプレイとかでもしも仲間がやられたとしても影化してれば生き返らせることもかなり楽。うん、まあ自分でね、ソロをやってて死にそうになった時でも影化をすれば立て直すことができるので、それもいいよね。なぜあんまり使わなかったのかがちょっとわかんないですけども、なんだろうね。まあ、とにかくこの影の断片は本当に最近評価が上がってます。絶対使う。はい、ということで今日は最近評価が上がった装備3つ紹介しました。皆さんはどういう装備の評価が上がりましたか？やっぱりね、タワーでいつも使わない装備を使うと、あ、これ使えるなって思うことが結構あるんですよね。はい。良ければコメント欄で教えてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。